ノボザイムズは産業用酵素製品の研究開発、販売を中心に行うバイオテクノロジー企業。世界130カ国以上で製品を販売し、同分野では世界最大の市場シェアを持つ。日本法人はノボザイムズジャパン株式会社。デンマークコペンハーゲン近郊のバッチスバードに本拠を置き、ノボノルディスクの親会社の投資会社ノーボホールディングズ A。 S, S の参加にある、ナスダックコペンハーゲン上場企業。2000年11月、製薬会社のノボノルディスクが経営再編を行い、ノボザイムズは新たに設立された、ノーボホールディングズ A、S の一員として、ノボノルディスクから構想を中心とするバイオテクノロジー事業を分割する形で設立された。2001年6月、アメリカ合衆国のシブロン・ケミカルズから、 バイオテクノロジー事業を買収。2006年7月、イギリスのデルタバイオテクノロジーリミテッドを買収し子会社化。また、同年8月に、オーストラリアのグロップリミテッドの全株物を買収した。2007年2月、当時のアメリカ大統領ジョージ w ・ W ブッシュが、ノボ・サイムズの米国法人を訪問、バイオ燃料の将来に関して、パネルディスカッションを行った。 同年10月、バイオ農業事業の発展を目的に、カナダのフィリムビオスを、買収、2008年、中国、蘇州市に、世界最大の酵素発酵施設を開設した。2010年12月、アメリカのエンド、マーク・クロップ・バイ・サイアンス・インクを買収し、バイオ農業事業への取り組みを、強化、2013年12月、アメリカのバイオ化学メーカーのモンサントとの提携を、 発表、2020年6月、アイルランドのプロバイオティクス企業のプリシジアンボイティックス買収を発表した。ノボザイムズ日本法人は、ノボノルディスクの前身企業の一つである、ノボインダストリーが、1977年に設立した日本法人、ノボインダストリージャパン株式会社をルーツに持ち、本国の経営再編に伴い2000年、ノボザイムズジャパン株式会社に、 社名変更を行った。洗剤や食品、繊維、紙パルプなどで利用される酵素の研究開発や販売を行い、千葉市にオフィスを持つ。ありがとうございます。